伊藤さん、伊藤さん、伊藤さん、大丈夫ですよ。伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫です。伊藤さんは大丈夫ですからね。伊藤さん、伊藤さんは大丈夫。うん。伊藤さんは絶対に大丈夫です。伊藤さんは、伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫です。伊藤さんは大丈夫です。伊藤さん。伊藤さん。伊藤さんは大丈夫です。伊藤さんは大丈夫。大丈夫ですからね。伊藤さんは大丈夫です。伊藤さんは大丈夫。うん。伊藤さん。伊藤さんは絶対に大丈夫です。伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫。大丈夫です。伊藤さん。伊藤さんは大丈夫。安心してください。大丈夫です。伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫なんです。伊藤さんは、伊藤さんは大丈夫だ。うん。伊藤さんは大丈夫。伊藤さん。伊藤さん。大丈夫ですからね。伊藤さんは大丈夫。今日もすがすがしいな。伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫ですから。大丈夫。伊藤さんは絶対に大丈夫です。伊藤さん。伊藤さん、大丈夫ですよ。伊藤さんは大丈夫。うん、大丈夫。伊藤さん、伊藤さん、大丈夫ですから。本当ですよ。伊藤さんは大丈夫なんです。本当ですから。本当に本当に伊藤さんは大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですから、伊藤さん。伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫。伊藤さんは大丈夫。伊藤さん。私がなぜ伊藤さんに大丈夫かって、それは昔々、私は伊藤さんの、そう、あなたのお父さんに大変お世話になりました。その時あなたのお父さんに言われたのが、大丈夫だよ、大丈夫だよっていう言葉でした。私はその言葉で救われました。そして今の私があります。だからお返しに、大丈夫だよって言わせてもらいます。伊藤さん、伊藤さんは大丈夫なんです。絶対に大丈夫。本当にお父様にはありがとうと伝えたい。本当です。あなたのお父さんには本当にお世話になりました。伊藤さん、ありがとうございました。大丈夫、大丈夫ですからね。大丈夫です。伊藤さん、伊藤さんは大丈夫。大丈夫ですからね。
伊藤さんは大丈夫。うん、伊藤さんは大丈夫。伊藤さん、大丈夫ですから。また、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。それでは、失礼いたします。最後に、伊藤さん、大丈夫だよ。